皆さんこんにちは。やる気を育てるミニスクールジュクールブラストのホームページにいらしてくださってどうもありがとうございました。私はブラストの塾長を務めます吉田健二と申します。どうぞよろしくお願い申し上げます。1988年にブラストを始めて以来もう20年余りとなりました。この間実に多くの塾生そしてお家の方と接することができました。このように流れにわたり私塾を続けてこられたのも本当に皆様のおかげだと思っております。ありがとうございました。ただいまブラストでは塾生募集をしております。本年2009年は学習指導要領の移行期間が始まる年でもあります。大雑把に言いますと30年ぶりに学習内容が増えるということになっております。まあ、本格的には小学校2011年、そして中学校2012年からのスタートということになりますが、それまでの移行期間と移行措置と呼ばれております。一例を挙げますと小学校6年生で、習うところの立方体、直方体、そして直線や平面の平行や方、そして見取り図、展開図などが小学校4年生あるいは5年生にまで降りてくるということになっております。もちろん授業時間数自体も増加しますのでそれに見合ったことになるでしょうが、何分今まで習わなかったことを多く習いますので子どもたちにとってはかなりレベルがぐーんとアップした、時間が足りないなっていうふうな状況になるかと考えられています。私たちも子どもたちを十分サポートできるよう努力したいと思っております。ブラストはやる気を育てるミニスクールというキャッチフレーズを掲げています。そして世界一ハッピーなミニスクールを目指したいと思っています。私たちが伝えるのは学力の大切さだけではなくてここの部分ですね。心を磨く、心を伸ばすことの大切さも伝えようとしています。なぜならブラストを卒業したり学校を卒業したり人生を送る上で考え方っていうのが非常に重要になってくるかと考えるからです。私たちはここもここも伸ばす教育機関としてありたいと思っています。ですから単に志望校に入れればそれでいいんだという学習塾ではありません。皆さんがブラストと出会うことで卒業した後も幸せな人生を送れるよう考え方をもサポートする、そういった場所だとお考えください。もうそろそろ頑張らなきゃなと思い始めた時がチャンスです。気軽にお電話くだされば入塾説明を持たせていただきます。そして入塾説明を受けられた方には無料体験で、無料入塾体験もすることができますので、ご自由におっしゃってください。それでは皆様のお越しを心よりお待ちしております。本日は本当にありがとうございました。